昨日深夜、東京目黒区の学芸大学駅付近を走行中の電車内で催涙スプレーが噴射されました。乗客28人が目の痛みなどを訴え、10人が搬送されました。昨日午後11時45分ごろ、目黒区を走行中の東急東横線の電車内で、20代の男女の4人組が持っていたボールペン型の催涙スプレーを噴射させました。匂いはもう刺激臭がすごくて、もう息ができなくて、鼻も痛いし。電車が学芸大学駅に着くと、乗客がホームに避難し、28人が目や喉の痛みを訴え、10人が搬送されました。東横線の車内でスプレーのようなものが誤って撒かれたということで、駅前が騒然としています。警視庁によりますと、4人組は酒を飲んだ後、帰宅途中でスプレーを触っていたら噴射してしまったと話しているということです。東横線は15本が運休し、およそ2万人に影響が出ました。